皆さんおはようございます。9月4日の安息日をインターネットを通して皆さんとこの安息日を喜び、また聖別し共に過ごせますことを心から感謝いたします。皆さんとはまだまだ教会でお目にかかり、また一緒に交わることができない状況が続いておりますが、しかしこの安息日学校の聖書の学びや心を一つにして神様を礼拝する時を与えられ、離れていても心を一つにして神様の御言葉を聞き、そしてそのように作り変えていただく経験ができますことを心から感謝しています。今日の安息日が皆さんにとって本当に幸いな、祝福された日となりますように、まずお祈りをしてから安息日学校聖書研究ガイドの時間を始めたいと思います。それではお祈りいたします。それぞれの場所でご一緒にお祈りにご参加ください。天の父なる神様、私たちすべてのものに安息日を与えてくださり、またこの安息日の喜び祝福に招いてくださっていますことを心から感謝いたします。ただいまから安息日学校を開校し、聖書研究ガイドの学びを分かち合いたいと思います。皆様がそれぞれ聖書の中から個人的にあなた様からの霊の満たしを受けて、メッセージを受け取ることができますように一人一人を導きください。またこの安息日、すべての人がこのガイドのタイトルでもありますキリストにある休みをあなたから受け取り、心平安に歩んでいくことができますようどうぞ働きかけてください。また私たちを用いてください。この時間を感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今からですね、安息日学校の聖書の学びをさせていただきたいと思います。今日の聖書の学びは私ですね、松田が担当させていただきます。その後子どものプログラム、小学校のですね、小学生のガイドの学びはですね、今日は大宮彩香さんが担当してくださいます。今週は第10課大人の教科ですね、第10課安息日の休みというテーマになっています。先週に引き続きこの安息日についての学びが続きます。安息日の意味、安息日の過ごし方についての学びになっています。皆様今週1週間はどのような学びをすることができたでしょうか。先週ですね、平野誠長老がですね、先週のガイドの学びからですね、安息日、神様の定めたリズムとこの安息日の中で休むことの大切さ、救済のメッセージが込められていることなどをですね、分かち合ってくださいました。またその日の礼拝のメッセージも安息日に関することでした。ぜひですね、先週の学びもですね復習して、今週の学んだことと照らし合わせて、さらに深めていただければと思います。天沼教会のですね YouTube チャンネル内のアーカイブにですね先週の分もですね残っています。初めてご覧になる方はですね、インターネット開いていただいて天沼教会と検索して、天沼教会の YouTube チャンネルからお探しいただければと思います。またですね、セブンステアドベンチスト教会牧師のですねジョセフ・デュアートによるですね YouTube チャンネル、コヘレトチャンネルというですねその YouTube チャンネルの中にもですね、大変分かりやすい安息日についての学びの動画がですねいくつか挙げられています。そちらをですね参考にすることでですね、またこの安息日の学び、今週だけではなくてですね今期の私たちのこのキリストにある平安を得るための
具体的な良い学びがですね、得られるかと思います。また生活にですね、生かしていくことができると思いますので、ぜひ合わせてですね、この安息日の午後になどですね、ぜひ、YouTube を通して学んで、またご自身でもですね、聖書を開いて、安息日について、神様について、学んでいただければというふうに思います。まず最初に今週のガイドをですね、見ていく前にですね、暗唱聖句を皆さんで一緒に見てみたいと思います。暗唱聖句ですね、今週の暗唱聖句は、レビ記23章の3節の言葉ですね。これをですね、一緒に読みたいと思います。それぞれの場所でですね、読んでいただければと思います。ちなみにこの声に出して読むことでですね、私たちこの言葉が私たちの口からだけではなくてですね、私たち語るものも最初に聞いてこの言葉を覚えれると思いますので、ぜひそれぞれの場所で一緒に読んでいただければと思います。まず最初に口語訳から読みたいと思います。その後新共同訳も一緒に読みましょう。では口語訳から読みます。3、はい。6日の間は仕事をしなければならない。第7日は全き休みの安息日であり聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて守るべき主の安息日である。レビ記23章の3節。それでは新共同訳も一緒に読みましょう。いきます。3、はい。6日の間仕事をする。7日目は最も厳かな安息日である。聖なる集会の日である。あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。どこに住もうとも、これは主のための安息日である。レビ記23章の3節ですね。6日の間は仕事をしなければならない。6日の間は仕事をするという表現でこの言葉が始まっています。皆さんはこれをどうお考えになるでしょうか。この言葉をよく読んでいったときにですね、当たり前のことではあると思いますけれども、私たちはこの第7の日、第7日目をこう安息の日として性別する、そのためには6日の間働いていないとこの日を特別な、まあ、安息日、まあ、休日というかですね、まあ、休日という言葉がふさわしいか分かりませんが、まあ、お休みの日、仕事の手を止めるっていうことができないわけですよね。働いてもう1週間ずっと毎日がこうお休みだったらですね、何も休むということを止める必要はないかもしれません。私たちは6日の間働いてこそ第7日目を安息日として、その働きを止めてやめてですね、休みに入ることができる。働くからこそ休みがあるということだと思います。おそらくコロナ禍にあってですね、お仕事に何らかの支障が出ている方々もいらっしゃるかと思います。しかし仕事という幅はですね、とても広いものだと思います。何もですね、会社に出て行って、まあ、在宅もありますけれども、給料をですね、稼いでくることだけが仕事ではないはずですね。家事や家のことも仕事といえます。また地域の奉仕の働きとかですね、また他にもですね、例えばうちでしたら子どもの学校の何かお手伝いをしたりすること、まあ、そういったことを私たちはいろんなことを通してですね、働くこと、奉仕することもできます。そして新共同訳聖書では最後の文にですね、どこに住もうともというふうに書いてあります。つまりこれは私たちが場所や状況に関係なく、安息日は全ての人を対象にしていて、全ての人が安息日を守るべきであるというふうに聖書が教えている。ですのでこの7日目を特別な日とするために、私たちは6日の間何であれ私たちの仕事をする、そういうことをですね、この先週のこのパターンというかですね、このライフスタイル
この安息日を性別するためのライフスタイルということをですね、学んできたかと思います。そして今日もですね、その確認をしているわけですね。この守る、安息日を守るという言葉を使いましたけれども、これは今日この次にですね、読む言葉ですけれども、覚えるっていうこととですね、言葉と関係があるのではないかと思います。これは守るべき立法であると同時に、これは守るためにも覚える必要がある立法であるというふうにですね、聖書が教えているわけです。まずですね、出エジプト記の20章の8節を読みたいと思います。安息日を覚えて、これを聖とせよという言葉ですね。この安息日を覚えてっていう言葉、今週のガイドの中にも書いてありました。英語ではですね、この覚えるというのは思い出すという言葉にもなると。思い出すという概念はですね、過去の出来事を、つまり私たちが覚えておく必要のあることが過去に起きたことを前提としていますというふうにですね、書いてありました。このガイドの中では、それはまさに天地創造である、まあ、もっと言うならば、私たち人間が作られた存在であることを思い出すということですね。ちょっと表現を変えると、この作られた方を思い出すということは、自分自身が何者で、どのような思いを受けて創造されたかということを毎回毎週思い出すということですね。この教科の中のですね、言葉をちょっと引用したいと思いますけれども、実会の中で第4条だけが覚えてという文節 を伴っています。盗んではならないことを覚えてとも、隣人の家を干してはならないことを覚えてとも言われていません。安息日を覚えてだけなのです。覚える、英語では思い出すという概念は、過去の出来事を、つまり私たちが覚えておく必要のあることが過去に起きたことを前提としてします。私たちは何かを思い出すとき、過去の記憶をたどります。ですから、安息日を覚えて、これを聖とせよとの戒めは、創造主そのものを前提としているのです、というふうに書いてあります。私たちは何か大切なことを思い出す、覚えておく、それがこの安息日の掟の前提となっている。じゃあ何を思い出すかといったときに、私たちは神様の御手によって作られた、命を注いでいただいた存在なんだなということを覚える必要があるということですね。で、個人的にですね、この今週のガイドを学んでみたときにですね、このポイント、今週のガイドのポイント、覚えるというですね、キーワード、この覚えるという言葉がキーワードになるのではないかというふうにですね、思います。創世記の1章の26節でもですね、我々の形に、我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを治めさせようと書いてあるわけですね。覚えるというのは、創造主と被造物の関係性を思い出す。もっとまあ、私たちの生活の場で言えばですね、帰る家を思い出す、帰る家を覚えておくということでもあるかなと思います。皆さん、もちろん帰る家を忘れるってことはないと思います。はい、基本的に私たちはどこに自分の家があるかっていうのを覚えているはずです。しかし子供とかはですね、小さい子供はですね、時々こう、外に行ってですね、自分の家どっちだったか、どの道を通れば帰れるのかなっていうですね、なんとなく自分の家はどこにある、どんな風景かっていうのは覚えていても、どうすれば帰れるかを時々迷ってしまったりすることはあるわけですよね。もしくは、まあ、例えば引っ越したばかりで、あれどっちだったっけって迷ってしまうことがあるかもしれません。覚えるからこそ、私たちはこの大切な日に大切なことを思い出すことができます。もっと言えば、この安息日は覚えるからこそ性別できるのです。
6日の間の過ごし方とこの安息日を分けるからこそ性別できるわけですね。ということは6日の間にこの安息日のことを覚えていて思い出して、ああ次の安息日どのように過ごすかという工夫をしたり、そして備えをする準備をするからこそ性別できるのです。例えば、まあ、例になるか分かりませんけれども、例えば誰かの誕生日パーティーをするっていう時ですね、その誕生日の日に私たちが忙しくですね、慌ただしく、ああケーキを買ってとかですね、装飾をしてということでは間に合わないですし、その日を本当に覚えてたかっていうとちょっとこうクエスチョンな疑問になるわけですよね。しかし私たちは例えば事前にどこどこのお店で予約してこの日を特別なものにしよう、またはですね装飾をする、うちではですねなんかこう夜こうごそごそとですねこう動き始めるわけですね、寝てもしくは早く起きてですね寝てる間に子どもたちが寝てる間にこう装飾をしたりする、これは事前に準備をしておかないとできないわけですよね。私一度息子の誕生日のためにですね装飾を買おうとしたんですけど、その週忙しくてですね、物を買っていなかった。そうするとですね前日の夜になってしまった、これから飾り付けをしようというのに、その飾り付けのものがないということで慌ててですねドン・キホーテに走ったっていうことがですねありましたけれども、まあ、ドン・キホーテがあって本当に良かったなと、24時間空いている良かったなと思ったんですけれども、でももしそれがなかったとしたら私はそれで準備をすること、その日を特別にすることはできなかったんですね。でこの部分というのが一番私たちの生活の中で特に、まあ、こう安息日を性別する障害になるものでもあるかと思います。今私たちの世界は情報も本当に多すぎるぐらい多い、やることも多い、疲れ切る世の中の中でいろんなことを覚えておかなければいけない、いろんなことをやらなければいけない、人がこれは大切だから覚えといてねとかですね、そういうことたくさん覚えていて覚えていられない、本当に大切なことを覚えていられない、つまり優先することが多すぎる、でも本当に優先すべきは何だったかを思い出さなければいけないわけですね、この6日の間に。そしてこの安息日を性別することができる、まあ、聖書の中では福音書にマルタという人が出てきますけれども、やることが多すぎて、その結果本当に大切にしなければいけないお客様、もうゲスト、一番大切なゲストであるイエス様のことを忘れてしまう、まあ、その結果マルタは心を乱してしまうわけですね、今期のですねこの平安とは程遠い生活をしてしまう、 あれもやんなければいけない、このもう心の中が乱れてくるというんですね、まあ、そんなことをですね私たちは覚えなければいけないわけですね、申命記の5章の15節を、見てみますと、このですね言葉が書かれています。申命記の言葉ですね、あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が強い手と伸ばした腕とを持ってそこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない、それゆえあなたの神主は安息日を守ることを命じられるのである。思い出すっていうことは単にこの日だけを思い出すわけではないですね、この日だけこの何かしなければいけないことだけを思い出すときに私たちは本質を見失って、そこに主役である神様を忘れてしまって、何かをしておけば大丈夫だろうっていうですね、そういうマインドになってしまうわけですね。私たちが思い出すべきことはここではですね、出エジプトを経験した人たちに対しては、あなたたちを救ったのは誰ですか、誰があなたたちを導き出したのかを覚えなきゃいけないよ、それゆえあなたの神主は安息日を守ることを命じられるのである。ということは私たちもこの1週間の生活の中で神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったか、どんな救いを私たちに与えてくださったかを思い出す日が必要ですよね。この安息日がなければ私たちはもうただただ
毎日を過ごすことでいっぱいになって、どれだけのことを神様が成してくださっていたかを思い出す機会もなかったわけですね。そうすると感謝すべきことを忘れていって、ただただやらなければいけないことで疲れていく。この安息日が週毎週与えられるというのは本当に素晴らしいことだと思います。神様の御業の数々を思い出して感謝する、これは当たり前とかですね、そんなこと、そんな単純なことっていうかもしれないですけど、私たちそれを忘れがちになってしまうんですね。安息日のおすすめの過ごし方ではないかと思います。重荷や重圧からだけではなく、私たちを解放、罪からの解放をしてくださる救い主を思い出すという意味では、この安息日はとても重要な日ですね。安息日は私たちを束縛するすべてのものからの自由を祝う日であるというんですね。はい。そしてそれだけではなく、出エジプト記の23章の12節には、あなたは6日の間仕事をし、7日目には休まなければならないと書いてあるわけですね。そしてその対象は、あなたがそうすればいいよではないわけですね。あなた休んだらまあそれで OK ではなくてですね、これはあなたの牛およびロバが休みを得、またあなたのはしための子および気流の外国人を休ませるためであるというんですね。私たちが何かこう働きを止める、やめるですね。よくですね、私たちは安息日にこう自分の楽しみをしないようにとかですね、まあ、そういうことを心がけるわけですね。それはなぜかというと、私が休むだけの問題ではなく、これは本来でしたら全ての人、こう面白いですよね、動物も含められている、家畜ですね、あなたの牛およびロバが休みを得、そして気流の外国人、おそらく気流の外国人ということは、この安息日のことを知らない人、他の宗教の人も含まれるかもしれません。そういう人たちにも対してもだよ、そういう人たちも休むためだよって言ってるわけですね。そこには何教だからとか、あなたが誰だからっていう区別はなく、あなたがむしろ誰によって創造され、誰によって救済され救われたかということを知る源として、安息日が普遍の存在としてある。先週私礼拝の中でですね、語らせていただいたのは、この安息日の主であるイエス様がこの救い主としておられるから普遍なんだよと。ですから私たちが安息日に働くことで他者を働かせることも控えるというですね、ここは私個人的には一番今週の学びの中で響いたところです。あ、自分だけじゃないんだなって、他の人にも休みを得させるため私たちは働くことをやめるんだですね。だから私たちがなんかこう、どっかリゾートに行って優雅に休む、これだったらいいでしょ。でももしそこでですね、私たちが休みを得るために誰かを働かせるとしたら、それは本来の安息日の目的ではないと。みんなで休みましょう。みんなで救済された救い主の足跡をもう一回振り返って確認しましょうって。あなた今週一瞬間こんなことがあったんだ、素晴らしいですねっていう、そういうですね過ごし方ができればというふうに思います。私たちもですね、そしてですね、有名なところですけれども、イザヤ書のですね58章の、12節ですね、ちょっと長いところですけれども、ここにですね、安息日、神様がですね安息日にを守るためにはどのようなことを求めているかということですね、先ほどちょっと言った言葉も出てきますけれども、読みたいと思います。あなたの子らは久しく荒れ廃るところを供し、あなたはよよ破れた元井を立て、人はあなたを破れぬものと呼び、死骸を塗って住むべきところとなすものと呼ぶようになる。もし安息日にあなたの足をとどめ、我が誠実にあなたの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を尊ぶべき日と唱え、これを尊んで己が道を行わず、
己が楽しみを求めず虚しい言葉を語らないならば、その時あなたは主によって喜びを得、私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養う、これは主の口から語られたものであるというですね、まあ、こういう言葉がですね与えられているわけですね。まあ、ある意味私たちは同じようにイスラエルの人たちと一緒にですね、この現代社会という荒れ野をさまよい歩いている。自分で何とか平安を得たり、自分で何とか、喜び、楽しみ、何かから解放されるものを得ようとさまよってしまうんですね。でもそこには見渡してみるとさまざまな誘惑、偽物、欲望がありですね、それらが私たちに対して偽物の平安、間違った平安を見せてしまう。そして私たちもそれを求めてしまうわけですね。例えば私たちが出ていた時にですね、ああもう忙しいなと、ああなんか一週に一回ぐらい本当に休みたいなと思っていたらですね、なんかこういうよくありますよね、日々の喧騒を離れて、例えば海外への海外旅行とかですね、まあ、国内でもいいんですけど、どこどこに旅行してですね、日々のこの鬱憤を晴らしたりとかですね、またはなんかこう、仕事から離れてですね、まあ、そういう何かこれ自体が何か私悪いっていうことではなくてですね、それは一時のものであって、私たちに本当の解決や本当の平安を与えてくれるものではないということを私たちが覚えなければいけない、認めなければいけないわけですね。例えば私たちがそこに、例えば旅行に行って、ああ楽しかったと言って帰ってきても、そこには現実があるわけです。そこには私たちが乗り越えなければいけない問題があるわけです。しかし私たちがこの安息日の主である神様がこうしなさいね、こうした方があなたたちにとってベストだよっていう道を選ぶことの方が、私たちにとって問題の解決だけではなく本当の平安が得られるわけですよね。そういう意味ではこの先ほどの言葉にもありましたようにですね、斧が道を行わず、斧が楽しみを求めず、虚しい言葉を語らないならば、その時あなたは主によって喜びを得る。つまりここはこの言葉はですね、何を通して私たちが喜びを得るかということですね。安息日という素晴らしい日を備えて、私たちを幸せにし、重荷から解放し、そして本当の喜びを与えようとしているイエス様の本当に綿密な、計画、今回のご旅行はこんな計画ですですね。こんだけ素晴らしいプランが用意されていますっていうイエス様からのオファーをいただいているわけです。しかしもし私たちが、あ、いや私たちはですね、もう別のことをやりたいから、こういうことをやりたいからといってですね、自分のものを優先するときに、私たちはそこにいろんな落とし穴があったり、まあよく言ってですね、楽しい経験ができたかもしれない、しかしその楽しみというのは一時的なものである。ここでは神様があなたを養うとおっしゃってくださったわけです。まあ、ある意味私たちの生活のベースですよね。養っていただく、日々の糧が与えられる、住むところが与えられる、そういったものすべてをイエス様が用意して、私はあなたのためにこの日を用意している、どうぞ来てくださいという招きに応えるかですね。まあ、先ほどのことからともちょっとまとめるとですね、この安息日っていうのは神様、そしてまあ他の人たち、他者に仕える、そしてつながりを持つ日であるというふうに言ってもいいものだと思いますね。自分が楽しむとかではなく、安息日には先週もありましたけれども、また聖書の中にもですねたくさんあります、良いことをすることは OK なわけですね。聖書に書いてある良いことをすることは禁じられているのかってイエス様がですね問うたわけですよね。誰か困っている人を助ける、自分の楽しみではなく神様と他者に仕え、
つながりを持つことで私たちも本当の自分らしさ、自分が何者であるかということを見出していくことができる。安息日の過ごし方を私たちはもう一度考える必要があるわけですね。ぜひですね、ちょっとここまた長いところですので、ここ読むとですね、またもう少しこう考える時間が、時間を持たなければいけなくなってしまうので、ぜひこのですね、安息日の、どこかでですね、お昼でも、夕方でも構いませんけれども、ぜひこの安息日の中で、この出エジプト記31章の12節から18節のですね、御言葉を読んで、瞑想していただいてですね、イエス様は何を私たちに伝えようとしているのかなということをですね、ちょっと考えて、見ていただけたらと思います。ここには安息日は何のために私たちに与えられた、何のための印かというですね、ことに対して答えを与えてくださっています。ここに書いてあること、安息日は今日でも神と神の民の印である、神の永遠の契約の印である。この安息日は常に私たちの起源、そして私たちを救ってくださる解放者、解放、そしてそれだけではない、ああ自分さえ良ければいいんだというものではなく、周りの人々に対する責任を思い出させてくださる、そういう大切な日であり、大切な方との出会いであるわけですね。一つですね、聖句を読ませていただきます。これはですね、ぜひ自分でもですね、聖書を開いて読んでいただければと思います。ヘブル人への手紙ですね、ヘブル人への手紙の12章ですね、1節から2節、ガイドの中でもですね、紹介されていたかと思いますのでですね、ちょっと読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙12章の1節から2節ですね、ぜひ皆さんはですね、これ読んで瞑想してですね、神様から言葉をいただいてほしいと思います。こういうわけで私たちはこのような多くの商人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。ぜひこの言葉と私たち安息日に与えられているメッセージとの関係について、何度もこの聖句を読みながら考えて祈りながらですね、神様から言葉をいただいていただければと思います。先ほども言いました、この安息日というのは私たちが何者であり、私たちが救われたもの、そして命与えられた、作られたものであることを学び、そして神様と他者へ対する責任、使命を思い出させる大切な時である。そして私たちがそのようなライフスタイルを通して神様と神の民の印である安息日を覚えて聖別し、これを守る生き方、決してもう家にこもって何もしない日ではなく、むしろ喜んで、そしてこの神様の印を光として安息日素晴らしいよというですね、メッセージとともに、ライフスタイルとともに光となっていくことができる大切な日であると思います。イエス様はですね、この今週のガイドを見ててもですね、本当に感じることは、このイエス様の与えるですね、休みへと私たちを招いてくださっていることが分かると思います。この毎週のですね、安息日に神様との関係を思い起こし、神様や他者との良い交わりをしていくことが私たちにとってのですね、本当の喜びではないかと思います。現在はですね、コロナで多くの人と接することはできないわけですね。しかしそれでも私たちはですね、例えばお手紙を書いたり電話をかけたり、インターネットを使うことができる方でしたら、SNS やですね、こうリモートを通してですね、誰かと関わり交わることができる、
もし直接的でなかったとしても誰かの奉仕をすることはできる。安息日は本当にその豊かなですねチャンスに恵まれているような素晴らしい日であると思います。ぜひですねこの学んだことをですね実生活の中で生かすことも一緒にですねこの安息日に考えることができればというふうに思います。今期の学びはキリストにある休みですね。今期の学び、まあ、もちろんいつもそうなんですけど今期の学びほど私たち現代人に必要でただ学ぶだけではなくこれを学んだことをその通りに生きれればこんなに幸せなことはないと思える学びだと思います。ぜひただ学んで知識だけではなくですねぜひ私たちの生活の中にアプライ適応していく学びとなりますようにですね実践につながるライフスタイルになる学びとなりますようにお祈りしたいと思います。一言お祈りをしてこの学びを終えたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、私たちを覚え私たちのために安息日を週ごとに与えてくださって感謝いたします。私たちも救い主であり創造主である、そして常に平安の源であるイエス・キリストを覚えて6日の間働き、そして毎安息日ごとに神様の私たちに対する御業の数々を思い出し心から感謝し、そして自分の楽しみだけでなく家族や友人地域の喜びとなっていくことができますように、仕え奉仕していくつながっていくことができますように助け導いてください。皆様がそのような学びだけではなくライフスタイルへと変えられていくことができますよう導きください。この時を感謝して愛する主安息日の主であるイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。これで聖書研究ガイドの学びを終えたいと思います。それでは次にですね子どもの小学生のプログラムガイドの学びとなります。次は大宮彩香さんによってリードしていただきます。少しお待ちください。
小学生の教科の時間に移りたいと思います。それではまずはじめにお祈りをしましょう。天の神様、安息日を感謝いたします。またこれからオンラインではありますけれども、小学生のみんなと教科の時間が持てることにも感謝いたします。どうぞこの学びの時間もあなたがそばにいてもお守りください。この時を感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。みんな元気に過ごせていますか？今日は第10課、石で打ち殺されたステファノというお話になります。使徒言行録の6章8節から7章に書いてあります。それではみんなで一緒に暗唱聖句を読みましょう。3、はい。神に逆らう者は正しく歩む人を憎む。箴言29章27節。お話に入る前に、みんなは今までに誰かを許したことはありますか？それとも今許せないことがありますか？みんなにとって許すということは大変なことですか？難しかったことはありますか？今日はステファノという人のお話です。ステファノにとってとっても辛い状況に直面することになりますが、ステファノはどのような行動をとったのでしょうか？それでは早速読んでみましょう。先週は7人の奉仕者について学びましたね。神様のために働く人として7人の人が選ばれました。7人の奉仕者は貧しい人々の世話をするために選ばれたのですが、それだけではなく、人々にイエス様のことを伝える働きもしました。特に奉仕者のリーダーとして選ばれたステファノは、信仰と聖霊とに満ちた立派な人でした。ステファノは神様から与えられた特別の力によって数々の奇跡を行いました。しかしステファノが素晴らしい働きをすればするほど、それを喜ばない人もいました。またどんなに言い合っても自分たちがステファノの知恵にかなわないので、ステファノを憎む人々もいました。このような人々はステファノを捕らえて殺してしまいたいと思うようになりました。しかしステファノにはどこも悪いところがありません。そこでその人々は人を雇って、ステファノが悪いことをしたと言わせました。ステファノが捕らえられると、ちょうどイエス様が裁判を受けになった時と同じように次々と嘘の訴えが述べられました。ステファノは神様に背くようなことを教えていた。ステファノは神殿を汚すようなことを語ったと訴える人々は叫びました。その時人々がステファノを見ると、ステファノの顔はまるで天使の顔のように見えました。その通りかと大祭司がステファノに尋ねました。ステファノはそれに対してはいともいいえとも答えず、昔神様が自分たちの先祖のアブラハムを導かれた話から始めて、イサク、ヤコブ、ヨセフのこと、またモーセがイスラエル人をエジプトから連れ出してカナンの地に導いたことなどを堂々と話し始めました。ユダヤ人たちは自分たちの立派な先祖を誇りに思っていましたので、このような話を聞くのが好きでした。ステファノはどんどん話を続けて、ヨシュア、ダビデ、ソロモンのことも話しました。そして最後にイエス様のことを話し始めました。ステファノがあなた方が約束の救い主であるイエス様を十字架につけて殺したのだと言うと、聞いていた人々はステファノに向かって歯ぎしりをして激しく怒りました。しかしステファノは人々の顔など目に入らないようにじっと天を見つめていました。その時ステファノには天が開いて、そこにイエス様が立っておられるのが見えました。ステファノは思わず、
あ、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言いました。それを聞くと人々は大声で叫びながらステファノに襲いかかり、ステファノを町の外に引きずり出しました。そしてみんなで一斉に石を投げつけました。ステファノはその間ずっと祈り続けていました。主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言ってから、ステファノはひざまずいて、主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫びました。そしてそのまま息が絶えました。みんなは悪口を言ったり意地悪をしたりするお友達のことを許してあげたりお祈りしてあげることはできますか？悪口を言われたり意地悪をされることは気持ちのいいことではないですよね。それでもそういうことをしてくる人のためにお祈りできますか？さて、今日のお話に出てきたステファノさんはどうしましたか？ステファノは悪口を言われ意地悪をされて今にも殺されるという状況でしたが、イエス様が十字架の上でお祈りされた時と同じ言葉で自分を迫害する人々のためにお祈りしました。どうしてそのようなことができたんでしょうか？ステファノは信仰と聖霊とに満ちた人でした。それらは神様からの恵みの賜物として与えられるものです。ステファノはただ優しくて立派な人だったから自分のことを苦しめる人たちのことを許し祈ってあげられたのではなく、いつもイエス様とつながって神様からの恵みによって許し祈ることができました。神様は私たちを苦しめる人を許す力も与えてくださるお方です。今みんなの心の中に誰かを何かを許せない思いはありますか？神様にお祈りをして許す力をいただきましょう。それでは問題に移りたいと思います。1問目です。奉仕者のリーダーのステファノはどんな人でしたか？拾った順にひらがなを読むと答えが分かりますよ。あ、もう始まってしまったので見てみましょう。はい、ではこれをたどって読んでいくと、信仰と聖霊に満ちた立派な人という文字が出てきます。ステファノはそういう方でした。それでは2問目です。裁判の場所でステファノはどうしましたか？正しいものを丸で囲みましょう。皆さん答えはすぐに分かりましたね。答えは3番、アブラハムの話から始めてイエス様が救い主だと話した。それでは3問目です。裁判の途中でステファノは何が見えると言いましたか？パズルを組み立てると分かりますよ。では当てはめてみましょう。ちょっと一気に答えが出ちゃいますが、読んでみましょう。天が開いてイエス様が神様の右に立っているのが見えますというのが答えです。それでは最後にまた迷路が出てきます。石で打たれながらもステファノの顔は天の、光に包まれて輝いていました。最後にステファノは何と言いましたか？ひらがなをたどってみましょう。ちょっとゆっくりですけれども、そうでもないですね。たどってみましょう。見えないところもあるかもしれませんが、答えは主イエスよ、私の霊をお受けください。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。それでは最後にもう一度今日の暗唱聖句を読んで終わりにしたいと思います。では読みましょう。3、はい、神に逆らう者は正しく歩む人を憎む。箴言29章27節。それでは終わりのお祈りをします。
天の神様、この時間もあなたが初めから終わりまで守ってくださったと信じ感謝いたします。どうか私たちが誰かを何かを、許せる優しい気持ちになれるように、どうぞあなたが力を与えてください。またこれから礼拝の時間に移りますが、心からあなたに礼拝を捧げることができますように、どうぞ私たちの心を整えてください。この時を心から感謝して、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。